もこんにちは、田中ポール11です。ニート東京、これが本当のニート東京。はい、なぜ今動画撮っていると、なぜ動画を撮ってるかと言いますと、今回、まあ僕はね、ニートということで、非常にピンチの状態です。まあチームも決まってなくて、今はまあとんでもなく大変な状況なんですけど、皆さんがコメントとかでもすごい応援してくださるし、家族、友達、チームメイト、元チームメイト、まあいろんなね、多くの、まあ偉いさんの方もそうですか？皆さん、見てますか？多くの方が僕のことをすごい応援してくださることによって、僕はね、なんか やめきれないというか、ここで諦めきれないということで、このピンチの状況で、すべてのね、自分のことに、年齢とかもありますね。今29なんですけど、こっからもう一回頑張って活躍するためには、すべてのことに目を向けないといけない。まあ僕が得意なことばっかりやってるわけにもいかないんで、僕は今まで体幹トレーニングっていうのは、なかなかやったことなかったのと、あと柔軟性っていうのは意識したこと、まあほぼなかったんですよ。で、今回はいろんな方のつながりで、体幹トレーニングとか柔軟性とか、いろいろ指導してくださっている小野さんという方と、ズームさせていただくことになりました。僕は、多分ね、マジで体幹とか柔軟性とかのトレーニングやると多分何にもできないと思うんですけど、それをやることによって、自分の可能性を広げていきたいと思って、始めたいなと思ってます。まあそれの、まあ一発目のカウンセリングっていうのを今からやるんですけど、これからこのピンチを、チャンス、まあピンチはチャンスって言いますからね、誰かがよく言ってるでしょ、ピンチはチャンスって、誰やろ、俺かな。本田圭佑さんもよく言ってますよね。僕今の状態で本田圭佑さんの名言見ると、全部あ自分ともうマッチしてしゃあないなっていう、そんな気分になります。こういうピンチをチャンスに変えるために、また新たなトレーニングっていうのを始めていきたいなと思って、マジ崖っぷちなんで、ここで皆さんの応援を力にして、また活躍できるように上を目指したいと思います。ということで、今からズーム始めます。ではレッツゴー。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。トレーナーの小野です。田中です。お願いします。まず普段どういうトレーニングやってますか？やってたのは、まあ走りのトレーニングが多かったんですよね。この2年間山川にいた時は多かったんで、その分自分でやってた筋トレっていうのは少なくなって、チーム全体で同じ筋トレをしてたんですけど、それでまあ最低限に抑えて走れるような体っていうので、なかなかトレーニングっぽいトレーニングはできてないと思います。で、あとは、ターンとか、走ってターンとか多かったんで、ちょっと膝に負担が大きかったんで、できるだけトレーニングしてたら、その走りに影響が出ちゃうっていうので、走りのトレーニングを最優先にというので、なかなかトレーニングできなかったっていう感じです。なるほど。で、今、膝の負担っておっしゃってましたけど、膝は痛かったりとか、まあ膝だけじゃなくても体で痛いところとかってあったりしますか？まあ、膝が、一昨年、膝がリーグの1年目の時は走りについていくのに精一杯で、それで膝がちょっと痛かったんですけど、左膝の内側が痛くて、いつも左足でターンしてたんで、そこは気になってましたけど、基本的に他は気になるとこっていうのはなくて、ただその分走りばっかりになっちゃって、細かな動きっていうのはなかなか思うように動いてないなと思ってました。ちなみに今のプレーの中での自分の中の課題点だったりとか、まあ、こういうとこを改善していきたいなっていうのはあったりしますか、動きで。僕の、何でしたっけ、動きの課題点だったりとか、こういうことを改善していきたいところ。あ、はい。僕の動き的には、一瞬の動きっていうのをすごい大事にしてて、方向転換っていうのは90度180度っていうのは、すごい自分の武器だなと思うんですけど、僕は走りのメニューばかしているんで、一直線はすごい得意なんですけど、横の動きが、なかなか体がなんか力強くなっちゃって、細かな動きができてないっていうので、ちょっと粘着スプレーとか足の裏に、インソールに粘着スプレーとか塗って、できるだけグリップ力を上げて試合に臨んで、試合では取り替えを生えたりして、できるだけいろんな道具に助けてもらいながら試合やってました。だから横の動きっていうのは本当は強いはずなんですけど、なんかそこら辺はもうちょっと細かくしながら力強くっていうのは、なんか体の動きが大きくなっちゃってて、それもうちょっと細かくできたらなと思ってるんですけど、そこが一応自分の武器なんで、もうちょっと伸ばしていきたいなと思います。なるほど。まあ、山川時代だと結構走りが多かったっていうふうにおっしゃってたんですけど、これまでのトレーニング
内容、山鹿の前だったり、どういうことを試してきたりしたんで、トレーニングは。山鹿に来る前は、まあ、ウイングをやってる時が多くて、自分で仕掛ける、相手に向かって仕掛けるっていう、まあ、アクションの部分が多かったんで、ドリブルとか、できるだけ体に力を入れずにっていうので、なんか筋トレもせずに、背中とか肩甲骨を柔らかく意識しながらプレーする、そういうトレーニングもやってて、腹圧のトレーニングをしたりとか、まあやってたんですけど、山口行って、ウィングバックに転向したんですよ。まあそこになってから、力強さというか、まっすぐオーバーラップしていくっていう場面が多くなったんで、一直線のスプリントに変えていったっていうか、プレースタイル変えていって、これ何の質問でしたそうなんですか。トレーニングはどういうのを今までやってきたか。はいはいはい。あ、で、最初、そう、ウィングの時はそういう、なんか、肩甲骨とかやってたんですけど、山口でウィングバックになってから、まっすぐの力強さってすごい必要になったんで、とんでもなく筋トレを始めたっていう感じで、できるだけ体を重くしました。それはご自身的にどの時が一番体のキレだったりとかプレーの体の動かし方として使いやすかったですか？めちゃくちゃトレーニングしてた時か、肩甲骨周り動かしてた時か、今の走り込みの時期かっていうと、自分の体的に一番どれがベストパフォーマンス出せそうでしたか？もう一回お願いしますゴリゴリに筋トレしてた時と、肩甲骨周り動かしてた、そのトレーニング腹圧を高めるようなトレーニングをしてた時期と、今の山鹿の、まあ、走り込み重視のトレーニングであれば、どのシーズンの時が一番自分としてはパフォーマンス高いなって感じがしましたか？まあそれも人それぞれだと思うんですけど、まあ、僕の場合は体の力をできるだけ抜いたり、その肩甲骨を使ったりっていうので、なんか筋トレしてない時の方が自分には合ってたっていう感じはします。わかりました。一応結構カズさんの試合の動画だったりとか、あと最近だったの YouTube の1対1の動画だったりとかっていうのをちょっと見させてもらって、はいはい、動きをトレーナー目線で見させてもらった時に、はい、やっぱりすごい全身に力が入ってて硬さっていうのをすごい感じたのと、あとは筋肉量がやっぱり多めなので、その強さっていう部分はちょっと感じたんですけど、その筋肉がつきすぎてるというか、うまく疲れていない、上半身と下半身の連動がうまく取れて、なんか硬すぎてカチカチなので体全体で動いてしまったりと、そういう連動性の部分の問題だったり、あとはその先ほど言ってましたけど、その前の動きだったりっていうのはすごくスムーズに動いてるんですけど、その切り替えの部分だったり、切り返しの部分だったり、方向転換の部分のスピード感っていうのが動きの中で結構課題かなと思ったので、多分ガチガチにトレーニングをやってた時に、トレーニング方法として筋肉量をどんどん増やしていくトレーニングをしてしまったから、ちょっと全身が固まっているような、そうですね、動きの印象を受けたので、なんかもうちょっと全体のしなやかさだったりとか、あとは連動性だったり、そういうトレーニングができると、ワドさんのドリブルだったりのパフォーマンスの向上につながるんじゃないかなと僕からは思いました。その通りですまあそれ、力強さ必要な選手とかもいるんで、自分にとってはもう小野さん言ってた通り、それがベストだなと思います。で、まあ、せっかく今までつけた筋肉っていうのは排除はせずに、その今ある筋肉をうまく使っていく、まあ、神経系のトレーニングだったり、連動性を高めるようなトレーニング、可動域を広げるようなトレーニングで、今ある筋肉をうまく使っていくようなトレーニングができるとベストかなと思います。はい、僕筋肉量っていうか体重が、まあ言うたら、まあ岐阜でとか山口の1年目とかはあんまり筋トレもせんかったんですけど、その時はまあ71キロとか、まあ70キロとかでやってたんですけど、まあ筋肉つけて73から、まあ山口の2年目のウィングバックに転向した時74キロあったりとか、推進力がすごいんですけど、その分やっぱり一つ一つの動きが重なるっていうのはあったんで、なんかできれば体重も減らしたいっていうか、減らしていきたいと思ってるんですけど、それはもう筋肉量を減らさなくても減っていきますから。筋肉量をある程度維持させて、まあ無駄な脂肪の部分だけ排除していって、今74ぐらいあるんですかね。73です。73だったら一旦2キロ落として、その時の体脂肪率だったりっていうのをちょっと見て、そこからさらにもう1キロ減らすのかっていうのは動きだったりを見て判断していくのがいいと思います。はい、73は確かにちょっと重いので、一旦ちょっと71っていうのを目標にして体脂肪減らして、はい、でそこでちょっと動いた感覚だったりっていうのを自分で感じて、調子が良ければそれでもいいと思いますし、
逆にそれでももうちょっと落としても落とした方がキレが出そうだなっていう場合は70キロっていうのもあの視野に入れて、はい、分かりました。やっていけると思います。体重を落としつつ全身の可動域と柔軟性と、はい、しなやかさと、はい、それはもう絶対ないと思うんで、それはもう覚悟してます。そこをちょっと向上させて、で、まあ、はい、直接指導で聞いたりとか、あとは設備が整っていれば、さらにそこからパワー系の種目、下半身間の力、上半身間の力を下半身に伝える、下半身間の力を上半身に伝えるような、一瞬の瞬発力を上げるようなトレーニングとかにも、ゆくゆくつなげていければいいなと思うので、はい、しっかり今ある筋肉量、まあ、体をしっかり上手に使えるようになるトレーニングを序盤はしていければいいかなと思います。はい、お願いします。ぜひやりたいです。はい、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。